はい。はい、皆さん、こんにちは、初中です。逆光になったの、はいはい、今日はですね、あの愛知県の、木曽崎町、木曽崎町やね、これは多分の、なんていうかな、ホーチビニューハウスに来ました、うん。今日は、2021年の8月29日日曜日です、うんね、でサポートで今撮っているのが都市会であるんです、うんね。でこの廃業自動車、ビニールハウスは結構広いので、広いね、2棟に分けて撮ります、うん、はい。では、前半ということで、じゃあこっち側の、ね、こっち側の、うん、東側のから、こっち側のこの綺麗な、綺麗な花が咲いてるとこ。はい、じゃあ変わりますよ。はい、じゃあ、トシ君と変わります。はい、ここは、こっちはそんな、まだなんか、あれだね、じゃあ、トシ君、いきなり、なんか、風呂みたいなのがありますね。バスタブやねえか。バスタブやろ。ガラス変えとるわや、危ねえ、怖え。ガラス怖えな。ああ、第二日本プロですよな、もう。これ電源、使えるんか。あ、これ電源ね、使えるんかいな、このジョジョのあのスタンドのマライアのこれ触るとビビビって言って、これカメラじゃねえよな、違うな、作動してねえぞこんな。もうこれぐちゃぐちゃですよな、はっきり言って。これあ、椅子が一品ある、椅子も一品あるし。で、これの今これね、北側向いてるんですけど、南側バッテリーもある、なんか南側がビニールハウスなんですね。じゃあ南側行きます。これ俺向けてもいいよ、これバッテリー。あ、トシ君がなんか言ってますね。バッテリー、バッテリーですね。はい、じゃあ右側っていうか南側ですね。これもビニールハウスですね、完全にね。うわー、これ綺麗な、これもう一回でも上は多少なんかボロボロだけど、うん、これはね、ちょっとね、中場ももう全部あのビニールが取れちゃって、もう不法投棄みたいな感じになってる。何都市の台車持っとるんや。台車、あ、俺障害者でそれ乗せてくれればいいよね。今パラリンピックやっとるし。あ、消火器、消火器やね。何やこれは。あ、分かったね、何だか入ってきてる。入ってもいいのこれ。いいやろ、あのあんまり入ったら怒られへん。怒られへん、注意されへんか。誰が来るんや。あ、誰、あれ、金庫あるよ。赤瀬の金庫やね、これ、トシ君。開いてる。え、開いてね。何を開けようとしとるんや。もうこんな、なんちゅうかな、ゴミ部屋みたいなもう感じ。でも、やっぱり、ジュース系はないな、やっぱり。もう完全なもう不法投棄じゃないのこれ。あ、トラクターがあるよ、どうするこれ。あ、焼酎のジャイアントで4リットルの焼酎なの。ああ、あるな、これ動くんかな、トラクター、どうするこれ。動かんやん。あ、タイヤとか綺麗だよこれ。使ってねえやん。あれこれがあれやろ、この後ろを変えるやつだね、トラクターの。ああ、同じ色やで、変にかからんやん。あ、オイルのタンク。うわ、なんか何が入っとるか分からん、怖い、こういうの怖い。俺、天井見てももう何もビニールがあれへんよ。これなんか、映画の VHS だね。ああ、これ VHS だね。あ、うん？あ、F1 の車がある。これ、おもちゃやけど。ほんでよ。てててて。どう、箱この一面素晴らしいですね。あれ、この畑使っとるよ、トシ君。これ畑な、ナスがなってるもん。勝手になっとるやろこれ、多分。ん、勝手に育てるだけやぞこれ、多分。取っとらんぞ。赤い唐辛子もあるな、うん。さあ、時間的にそろそろあの
この辺まで取ったでいいでしょう。みなぎ川。ごめんなさい、もっと。あ？ぶにゃぶにゃ。夜やめろって。何やこの物体は。むにゃむにゃやねえ、どうしよう。あ、なんか火事でもあったのか、これ燃えとるな。これ。あ、よくと。じゃあ、あの赤いのはなんだ。あ、トシ君が言ってる赤いのこれですね。あ、でもいけん、ガラスガラスガラス。あ、じゃあズームで多少。何やろあれ。行きましょうか。これなんやろうね。バトン？バトン。バトンがこんなやつもしょうがねえな。あ、あれやね。車のあの消火器。ん？あの大きさは。なんで車の発煙筒みたいな。あれあれやろ。あれやね。ああ、何ちげえな。じゃあこれちょっと時間的にトシ君ちょっとこれ一回切りまして次にします。はい。次エヴァンがかったぞ。うん、はい。初週でーす。今回も全集中で見てくれましたでしょうか。修正なしで載せます。で今回は、はい。放置ビニールハウスの一段ですね。うん、で2段はすぐ隣にまだありますんでそこで2段を取ります。え、よかったらね、初住のチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。初住でした。バイバイ。